始まりました。ブンブン丸ガンブレ広報部の時間です。今回は新規一点ということで YJN 社長兼ウプ主のゆゆさきさんと今回のプレイヤーの霊夢さんのお二人とお送りいたします。よろしくお願いします。なんで私なんですかね。今日のスケジュール内で暇なメンバーでまともなのが君しかいなかったんだよ。いや暇な奴なんてたくさんいるでしょうが、今回はこれまでのガンブレ動画とはやり方を変えるとのことですが、まあそれに関してはやりながら説明するので社名丸くん、ニトリから預かった霊のものを。霊のもの？そういえばいきなり呼ばれたから期待持ってきてないんだけど。ご安心を霊夢さん、今回はベースになるものをこちらで用意いたしました。こちらになります。ほうほう。これは何だい？最近ニトリさんが制作したオリジナル量産機の試作モデルです。YNM-00P ハンターです。ゆっくりニトリのモビルスーツでいいのかな？多分な、適当に変えたんだとは思うが。で、今回はこれを私に使えってことだね。違います。これをベースに霊夢さんだけのこの機体の派生モデルを制作してもらいます。というのがニトリさんからのお題です。つまりこれを改造しろと？そういうことです。もし失敗した時のための予備パーツもあるので遠慮しなくていいですからね。そう言われると逆に悩んでしまう気がするんだけど。とりま1時間やるから気楽にやってくれ。いや1時間って。まあいっか、出来上がったらスタジオに戻ってくればいいの？はい、それでは1時間後にゲームスタートでよろしくお願いします。よしじゃあサポートは任せろ。いやだからどういう流れなのかわからないのに任せろとか言われましてもね。これストーリーミッション、バウンティーじゃないのね。変更要素その1がこれなんだよね。ババンババウンティーでの動画制作もかなり限界があって、楽にやれるけど短すぎるか長めにできるけど敵が強すぎるっていう2パターンに分かれちゃったんだって。全体見てもバウンティーだとちょっと戦闘が短くなるから制作した機体も戦ってる姿もあっという間に終わってしまうわけだよ。それがこれまでのガンブレ動画の投稿頻度減少の要因になってたってことだ。短い時間で複数の機体を紹介するってのも悪くないけど、やっぱり一つ一つを見せて一体我々としては程よい時間でやっておきたいんだね。ということでこれからは一つの機体で1ストーリーミッションという方針でやっていくことにしたよ。なるほどね。で、他に変わった要素とかあるの？それとミッション中のミサとかのセリフが正直邪魔なので、イベントスキップ機能を使って会話をキャンセルしてるよ。ただこれをオンにしてると出撃時やエリート機たちの出現時のムービーもスキップしてしまうので、出撃時のムービーは別途撮影して編集します。で、エリートとかの出現時のムービーに関してはもうどうしようもないので諦めました。他は？しばらくはニトリからのお題一体でやっていこうと思います。ということで早速作ってもらったわけなんだが、なんで君はストレイじゃないん？いやーだってそうしないとあっちの人と区別つかないしさ。やっぱり個性って大事だな。ということで私が作ったのはハンターの派生機体その1、ガンダムアスタロトハンター。形式番号は YNM-001 だよ。頭をガンダムアスタロトにしてビルダーズパーツで盛り付けをして機体色を赤くしたよ。もう量産機から無理やりガンダムタイプにした感じじゃねえか。かっこいいから許すけど。許してくれるんだね。それでサポートのウプ主が使ってるそれは？これはニトリ特製のハンター疾患機仕様だ。これに関しては紹介するつもりも必要もないからスルーでいいぞ。というか容器のパイロットと名変更しないんだね。もうそこは面倒だからってことで開き直られましても。あ、でも容器に関しても気が向いたら紹介することもあるからさ。百稼ぎにはちょうどいいね。そうそう、それと戦闘中の立ち絵に関してなんだけどさ、これは必要に応じて入れたり入れなかったりってことにするから、立ち絵がないと見栄えがってこともあるけど、立ち絵のせいで画面の一部が見えないってのもあるし、まあそこはどっこいどっこいになるんだよね。ふん、まあいいけどね。じゃあ一通りの説明は終わったってことでいいね。それじゃあハンターに関しての紹介と説明をしていくけど、そこは戦闘後の機体紹介のコーナーでやるんじゃないの？ぶっちゃけ機体紹介のコーナーも仕様変更しようか模索中で、今回はとりあえずアスタロとハンターの紹介だけにしようかなって。それと戦闘中の会話のつなぎとして必要だから。なるほどねー。でもぶっちゃけなんでこれ作ったかは想像できちゃうんだよね。と言いますと？だってこの機体リアル時間だと始まりの奇跡買って遊んでた頃に作ってたやつだよね。まあそうだな。ヘルピングでしょ？いいじゃん、ヘルピングかっこいいだろ。それを元に試作機を作ったのがハンターってことだよね。ぶっちゃけると専用機仕様のハンターを考えてたんだけど、配色変えただけって感じになりそうだったから、それぞれで改造することにしたんだよね。結論言えばそれでそれぞれに合わせたハンターの派生機を作ることになったわけだね。他の機体に関してはすでにニトリがそれぞれに渡してるらしいから、まあ後々ってことで。誰に渡したかは今のところは教えないのが普通なんだよな。まあ面白くしてくれそうな奴らを選んでおいたから、それはその時までお楽しみってことで。なんかこれまでしばらく見かけなかった人とか出てきそうで面白そう。まあその分レギュラーの人の出番が減るんだけどね。じゃあそれでいっか。今のイメージ図に関しては何も触れないんだね。そういえばこの機体オプション装備は何があるんだい？リペアとナイフだけだよ。いやまあそうだろうなって思ったけど、なんで誇らしげにしてんだよ。
ちなみにの話なんだけどさ、このハンターの改造ってどの範囲まで許されるの？結構それは企画した俺自身も微妙なんだけどさ、例えば腕がストライクだからそれに関係する機体の腕なら問題なかったりとか、足がアスタロトなんでオルフェンズのガンダムタイプなら可能とか、まあそこまでは問題ないさ。に関しても特に制約はなしことことで、バックパックも頭と同じく制約は設けないってことで、ということは残りは胴体パーツだけだね。これ考えた俺自身が言うのもあれなんだけど結構判定厳しいと思うんだよね。まあ似たような形状のパーツならありなのかな程度だし、長々と悩むのも面倒だし、グリッツから変えないってのが安全圏だよね。いやー我ながら面倒なこと考えるよな。ところでこれ難易度はどれくらいなの？難易度はエクストリームだよ。見た目重視だからニュータイプで生き残れるほど性能上げられなかったし、一番の要因は俺自身がそこまでプレイ上手くないからね。うつ主はお世辞でもガチ勢とは言えないエンジョイ勢だからね。一応プレイ時は結構マジでやってるつもりなんだけどね。動画でもいろいろなゲームをやっては諦めて、やっては諦めてってばっかりだしね。ガンプレだけは離れるつもりないからね。でも最近の PS4 の起動ログ見ると別のゲームばっかりやってるよね。君さっきから俺のことチクチクつっついてくるね。まあまともな出番だから鬱憤の一つや二つ晴らさないとね。うつ主がこっちにいない間リアルでガンプラを集めてたこととかね。やっとアースリーとか買ってコアガンダムをゲットできたんだよね。それと余計にアスタロとオリジンとかビガールとかネブラグリッツとか買ってたよね。前に買ってたマルコシアスとかジムスナイパー2とかまだ組み立ててないのにね。三日坊主どころかついたちも手をつけてないじゃん。今日の君本当に辛辣だね。パソコン置いてる机周りを掃除して作業スペース確保できたからこれ編集し終わって投稿したら作るよ。いや次の動画の編集もしてくれませんかね。夏企画に向けてホラーゲームの撮影準備とかもしないといけないからね。まさかアリスのご要望通りに怪異症候群をダウンロードするとは。というか俺自身が怪異症候群シリーズの大ファンなんだよね。昔のパソコンにはダウンロードしてたんだけど PS4 撮影環境用に調整した今のパソコンには入れてなかったんだよね。今はあまりここに代わる撮影ソフト探しも並行して企画を進行中だね。じゃあ私たちはうつ主が他のゲームに浮気しないか監視してればいいんだね。そういえばこの間ヘイローってゲームを買ったんだけどさ、手遅れだったか。俺が唯一知ってるヘイローリーチってやつがSteamで買えたから反射的にポチってしまったんだよ。いやそれ何年前のゲームだよ。最近出たから新作って言ってもバレないって。とりあえず PC ゲームの撮影テストの一つでそれもやろうかなって思うから霊夢よろしくね。あ、それ私がやっていいんだ。時にうつ主は今後ガンプレの新作とか出る可能性に期待とか持ってるの？まあ正直出てほしいなって気持ちはある。エントリーグレードも加えてできればガンプレさんよりのシステムで。いや EG ってサイズ HG と同じやん。なんだろう。見た目重視で性能は低めとか、性能値は低いけどアビリティ面に特化してるとか、付けられるビルダーズパーツの個数が増えるとか色々幅はあると思うんだ。まあ PS5 が普通に買える世の中になってからに期待するしかないね。私たちは地道にガンプレ動画を続けていくとしよう。ところで赤色のアスタロトだとアスタロトオリジンみたいだな。武装も形状も全然違うけどね。でも作ってからちょっとそれは思ったね。機動性特化型アスタロトオリジンでどうだ。それはない。とにかく方針転換第1回の期待としてこいつは申し分ないものだと思っているぞ。そうかな。初っ端から頭おかしい奴に頼んだらどんな見た目化け物が出てくるかわからないからな。なんだろう、素直に褒められていると受け取っていいのかわからないんだけど。さて今回最後の敵なわけだが、まあサクッとやってくれや。いやあなたも手伝ってくれませんかねと。まあ適当にやってれば終わるからさ。
お疲れ様でした。続いて機体紹介のコーナーになります。ということで今回の取材は以上になります。なんかいつも以上に疲れた気がする。まあそのうち慣れるだろ。私はしばらくいいや、他の仕事もあるっていうし。今回はいきなりでやってもらいましたが、次回からは事前に機体の改造をお願いしてますから、そこまで大変ってことはないでしょうね。あれ？それ考えると私って結構損してない？さあお時間ですので今回はここまでです。おい、ご視聴ありがとうございました。ヒューマンフォールフラットの時といい、私結構そんな役回りじゃん。